回ね、旦那のね、S 君とね、一緒にね、会話をしてたんですよ。あ、もうちょっとで出産やな、みたいな。私ね、9ヶ月に入りまして、もうちょっとでね、臨月になるんですよ。まあ、臨月っていうのが、あともう、挑む月って書いてね、産むだけ、賞味。まあ、そんな時期にね、私もとうとう突入したんですけど、まあ、今しかできんことを、今やりたいって私、思うタイプなんですよね。もうちょっとで生まれるよ、みたいなタイミングを狙ってね、ひらめいたんですよ、私。いろんな YouTuber さん見てて、こんなドッキリをあいつに仕掛けてやりたいって思いました。今回やっていきたい企画はと言いました。嫁がいきなり陣痛来たら、旦那はどんな反応するのかドッキリ。はい、今回はね、これやっていきたいと思うんですけどね。まあ、いつもね、見てくださってる方わかると思うんですけどね、普段ね、めっちゃ冷静なんですよね、彼が。で、もう、ほんまになんかクールやし、何やってもあんまり反応しないっていう。けどやっぱり、人の命がね、生まれるってなるとね、やっぱ違うじゃないですか。2回目とはいえど、やっぱりね、陣痛いきなり来たら、それなりに焦ると思うんですよね。まあ、そのちょっと焦ってる人としての、なんていうの、感情を持ち合わせてるよっていうのをね、ちゃんと視聴者さんにもね、やっぱ知ってほしいんでね。他の撮影をね、もともと今日はしようと思ってたんですよ。撮影する前に、いきなり嫁が、うわ、陣痛来た、ちょっとそんな痛いよ、みたいな感じの、まあ、検証も交えつつ、ドッキリとしてね、今しかできないドッキリをやっていきたいと思います。それでは、お茶飲ました。いらん。いつも何聞いてもいらんっていう。今日の撮影どうする？あの、何だっけ、ルーティーンみたいな。ああ、え、普通に朝からのルーティーンを撮りたいんやけど。うん。で、一日丸々のルーティーンが撮りたいな、今回は。ナイトとかモーニングとか分けずに、うん、普通の一日ルーティーン。モーニングルーティン、ナイトルーティンやけど、一日ルーティンやったことないやんか。うん。今しかやれんことやりたいな、みたいな。みんな見たいって言ってくれたし。なんて？みんなな。うん。見たいって言ってくれてたから、うん。そのルーティンをな。うん。言ってくれてたから、やろうかな、みたいな。いいよ、ほなら。撮影しようよ。今日さ、なんか一日中さ、めっちゃずっとお腹張ってんねやんか。うん。なんかちょっと心配やなと思いつつ。病院行ったらやん。いや、別にいいよ。いいよって。まだ生まれへんやろ。いや、それはまだ生まれへんやん。だってまだ9ヶ月やろ。うん。まあ、言って来週、再来週から臨月やけどな。この間の出産の時さ、なんか前駆陣痛から始まったやん。最初ちょっとお腹ちょっと張ってんなみたいな感じから陣痛なって言うんだやんか。みたいな感覚めっちゃ似てるよな。ああ、前と。うん。いただけそうな。予感じゃないけどな。まあそんな感じやな。まあ、臨月の撮影ちょっと出てや。いいよ、別に。そんなのもう撮ろうか。撮ろうよ、撮っていこうよ。まあいいよ。ちょっと待って、ちょっと待って。何？ちょっと待って、めっちゃお腹痛い。痛い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 。うんこ？ちょっと痛い。違う、普通にだめ。うんこじゃない。どう痛い？ちょっと待って、なんか、いや待って、陣痛？どう痛い？待って、ちょっと場所もなってて。た。た。ちょっと陣痛かもしれない。た。測った気、感覚とか。測った。ちょっと陣痛かな。9ヶ月で陣痛もないやろ。いや、分からへん、相談とかあるかもしれない。た。ちょっと待って。ちょっと待って、でも電話したらいいやん。痛い、ちょっと待って、陣痛だけちょっと測るわ。痛い、あー、痛っ。電話するか。いや、いい。なんで？え、ちょっとまだこんなんじゃん、電話するへんの、しゃあないわ。しゃあないわ、だって別に連絡してなあかんの。言わしてもしゃあないから。いや、なあ言われてる。え、じゃあもうちょっと待って。じゃあ、どうしよう、無理やわ。撮影のことは、うん、じゃあまあ、ちょっと、あ、痛い。
待って、どうしよっか。とりあえず撮影はできひんな。できひん。とりあえず電話だけしたらいいやん。自分でそんな自己管理じゃん。あ、大丈夫そうや。どうしよっか。ちょ、これ連絡しよう。いや、じゃあ、でもな、今したってしゃあないねん。ほんまに。だから、もうちょっとガチで、まあ、今多分な、なり始めたばっかやから、もうちょっと陣痛ガチで来たら行こう。返されたくないし。じゃあ別に返されてももう無理なんですって言っておったらええやん。あ、ちょ、待って、ブルーシートどうなりそう？え、ここに引いて、そう、あ、ちょっと電話しようもう電話せんとって、あかんって電話したら。なんで電話したらあかん。充電がない。充電はあるよ。ない、ちょっとズボンずらして。いや、からだから別にここで飲んでええやん。え、ちょっともうだって出てんねん、多分出てないやろ。出てるって絶対。何やもん、行こうよ。なんでやねん、ちょっと立たれへん。あ、ちょっと生まれるってほんまに。いや、生まれる言われてる。ちゃうねん、ちゃうねん、もう頭多分出てる。触る、触らん。いや、ちょっともうほんまに無理。我慢して病院まで行ったらいいから。もうほんまに無理。ちょっと待って、ちょっともうほんまに無理。自分で解決するとちゃうから、病院にやることや。あー、行けるとき行ったやん、もうタイミング的に。うん、ずっと痛いわけちゃうやんと思って。めっちゃせんけど痛い。はぁ、やば。感覚続きすぎちゃう。え、痛い感覚。嘘、かかってないで聞いたよ、知らんけど。ずっとこんな痛いことになる。だいたいその数分で収まるやん。え、あ、痛いかもしれない。しょうもないの、またやってんな。やってる、危ないから、サングラスつけとこう。やってるな、また何をやってるやつ。じゃあ、まあ、ほんまに生まれるからちょっと助産してて、ズボンちょっと脱がして。脱がしたろか。脱がしたろ。